どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ今日はアーカイブアップロードの動画をシェアしようと思うんですけど、皆さん思想ってしたことあります？思想っていうのは試し弾きなんですけど、その試し弾きってどうしたらいいのかっていう声をね、すごく大変多く頂戴していましてですね、その過去に撮った動画を今日はですね、思想するとき、ウクレレを思想するときの10個のポイントに絞って紹介している過去動画をちょっともう一回シェアしようと思うんですけど、ただいま、これが開催されておりますんで、大阪界隈の方、関西界隈の方、ぜひ、今日、明日、まだ、やってますんでですね、思想してみてください。このね、動画がすごいいい動画になってますからね、10個の思想のポイント、試し引きのポイント、ご覧ください。それでは、ポップアップショップ、行ける方、行ってみてくださいね。それではどうぞ。どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、ちょっとね、皆さんにこうお役立ち動画をちょっとシェアしたいと思います。ウクレレの試し引きっていうの、思想ですよね。皆さん、ウクレレの思想ってどうしたらいいんですかっていう方結構多かったんですよ。いや、思想って言われても私何にも弾けないし、何やったらいいかわかんないんですけど、下手だしとかいう話があったんで、じゃあ今回はですね、特別動画として、ウクレレの試し弾きとか思想をするときに、どんなことに気をつけて、どんなことをしたらいいのか、こんなお役立ち動画をお届けしたいと思います。この G ラボのイベント以外にもね、街の楽器屋さんとか、例えばお友達とか仲間のウクレレをちょっと弾かせてもらうっていう、そういうね、試し弾きの機会ってあると思うんですけど、どんな点に注目したらいいか、10個のキーポイントに分けて、今から解説していくぞ。はい。この動画もしかして初めて見てくださっている方もいるかもしれません。ウクレレめちゃくちゃ簡単で楽しくてすぐできますよ。興味持った方、ここから、ウクレレスタートしてください。めちゃくちゃ分かりやすく、なってるページに飛びますからね。ぜひ、またここに戻ってきていろいろ楽しんでいきましょう。はい、じゃあまず1個目いきます。まずね、思想するっていうことなんですけど、じゃあ楽器屋さんとか、まあ、G ラボのイベントに来た時を想定しましょう。そしたら、まず、ウクレレってね、大きさがあるんですよ。はい。これ今持ってるのソプラノサイズですけど、もっと大きいコンサートサイズっていうのとか、テナーサイズっていうのもあったりしますね。で、これまずね、楽器屋さんの店員さんとか、その G ラボのスタッフたちも、なんか弾いてみたいんですとって言った時に、どのウクレレが弾いてみたいですかって聞かれると思うんですね。で、それはですね、いつも自分がソプラノだから、ソプラノとか、いつも私がソプラノ使ってるからコンサートとか、まあ大体漠然と決めてると思うんですけど、ここで1個目はね、いろんなタイプのウクレレをせっかくだったら弾いた方がいいと思います。テナーウクレレは全然私興味ないですと言いながらも、いざ弾いてみたら、あれ？こんな素晴らしいめくるめく世界があったのって思うかもしれないし、逆にテナーウクレレとコンサートしか興味がないですっていう人もソプラノウクレレ弾いたら、あれ？こんなにいいものだったのっていう発見があるかもしれないでしょ。そういうことでですね、この面白い発見の目をね、ついてしまったらもったいないと思うんで、せっかくだったら、もし可能であればね、いろんなサイズのものを、いろんな種類のものを弾いてみるのがいいと思います。これがまず第1個目です。はい、じゃあどんどん次いきます。次2個目はですね、どのウクレレを手に取った時でも、ここをね、見てもらうないいといいかなと思うのは、このフレットのところをこういう風になぞってもらう。こんな風に指でなぞってもらって、ここがね、たまにですね、もう、怪我するほど尖っちゃって、バキバキにこう、要はフレットのバリって言うんですけど、そういうのが出てるものがあるんですよね。そういうのっていうのはね、弾いてる時にパッとこういうスライドした時とかに、こういうとこ本当に指が切れちゃったりする時もあるんで、これね、新しいウクレレと結構大丈夫なんですけど、使ってると、湿度とか管理の時の状態で、ウクレレのね、木が反ったりするんで、いくらいいウクレレでもここね、こういう風にちょっと、バレが出てくる時があるんですね。そういうのがまず、買う時に出てないかっていうのはチェックした方がいいと思います。もし皆さんお持ちのウクレレがバレ出てきちゃったら、まあ、楽器屋さんに持ち込んで、直してもらうのもいいと思うんですけど、ちょっとだったら、まあ、ガズの場合は、乾燥とかでもなっちゃうんでね、ヤスリで、金ヤスリでちょっと尖ってるとこ削ったりするだけでもだいぶいいと思うんですけど、まずここが2個目のチェックポイントです。フレットのバリを確認する。はい。これが2つ目。じゃあどんどんいきますよ。次、3つ目のキーポイントです。3つ目はですね、これ、ここから結構大事なことになるんですけど、ネックの握り方です。ここのネック、ここの部分です。こうやって握るとこあるじゃないですか。このネックの、ここが太いとか厚いとか丸いとか三角形だとか、この握り具合ってね、かなりね、ウクレレのメーカーとかブランドによって違うんですよ。同じメーカーのウクレレでも、結構これ握り心地って違いますね。なんで、握ってみてまず。あ、これちょっと自分の手にしっくりくるかな、来ないかなって、このネックの握り、まず音出す前に、こうやって握ってみるとわかるから。はい。
いつものようにこう握ってみて、あ、このウクレレってすごい三角っぽいなとか丸っこいなとか太いなとか薄いなとか、そこら辺をね、チェックしてみる。自分の好みがね、そこでわかるかもしれません。はい。はい、じゃあどんどんいきます。四つ目。今度はですね、いよいよ弾くところに入っていこうと思うんですけど、1フレットに注目です。1フレット。1フレットっていうのはですね、ここですね。1フレット目。ここの弦高が高いと、例えば A シャープというコードとかって、こうやって押さえてちょいちょいと押さえてる。ここが、こういう風に押さえたりするときに、すごい力いるんですよ。ここの弦高が高いと。で、Gm7 とかもここギュッと押さえてこうだったりするでしょ。この1フレット目っていうのが一番押さえるのが一応難しいんですよね。この、制覇とかバレーになると特に。なので、こうやって、まず1フレットを全部押さえてみて、あ、楽に抑えられるか、綺麗に音が出るかなっていうのを確認するのとかすごく大事ですね。で、やっぱり、弾き語りの場合は特になんですけど、弦高が低い方が、やっぱコードを抑えやすいから、おすすめなんですけど、ただし、弦高が下がれば下がるほど、音はちょっとずつね、犠牲になっていくんですよ。いい音を求めるんだと、やっぱりちょっと弦高高い方がね、綺麗にクリアな音が出るんですけど、そのさじ加減が、まあ、ウクレレのそのメーカーの、まあ、こだわりというところはあると思うんですけど、ちなみに、ガズレレと G ラボのウクレレは、弦高はですね、ものすごい、低めに設定をしています。弾き語りの時にやっぱコードを抑えるのが多いんで、ガズレレの G ラボのウクレレは弦高すごく低めのセッティングですけれども、これは好みっていうのもありますからね。他のウクレレ弾く時も1フレットどのぐらいの弦高なのかなっていうのをチェックするのがいいと思います。これが結構大事。はい。じゃあ次、5つ目のキーポイントいきます。次はですね、これ結構面白いですよ。あんまり皆さんここ意識したことないかもしれないんですけど、弾く時にまちゃんとコードを C を押さえて、これ弾くんですけど、はい。次 F 弾きます。この時今何をこうガズは感じ取ってるかというと、右手のこの弦の張力っていうかですね、この張ってる力具合ですね。このスパーンと弾いたりとか、パーンとやると、この弦のこの指に当たる感覚ですね。ここを硬いって思うのか、柔らかいなって思うのか、もちろん弦の素材とかそういうものもありますけど、この弾き心地っていうのはまずこの弦の張力。漢字で言うとこの張る力って書きますけど、これがですね、結構大事になります。なんで、あ、これはなんかしっくりくるなという弾き心地、この弾き力のテンション、弦のテンションとも言いますけどね、これをですね、ちょっと感じてみるのがいいと思います。はい。ここでもうね、ちょっと、復習すると、まず1フレットの弦の高さと、この弦の張力とネックの握り、ここがまず第一段階ですね。握りと1フレットの高さと弦のこの弾く時の張力。これがまずですね、第一ステップのやつ。はい。ここまでで、はい、5ステップですね。はい。じゃあ、どんどん次いきます。次、6個目のキーポイントです。こう、例えばコードをこう弾く。例えば、最初はね、C を弾くとか、F を弾くとか、G7 を弾くとか、まあ、こんな感じでいいと思うんですよ。で、弾き方は最初今みたいにこう親指にトロンと弾いて、その後は、ジャンジャカジャンジャカとか16ビートとか、8ビートとか弾いてみて、アルペジオとかいろんな弾き方をこうしてもらいたいんですけど、ちょっとしばらく慣れてきたら、ちょっと見ててください。これがいいです。わかる？目を閉じてですね、こうちょっとこう、空気を感じながらこう、こんな風にね、ちょっと目を閉じて弾くっていうのが結構大事なんですよ。イメージというかこう、自分にこうしっくりきてるかなってこう感じるっていうかですね。そう。よくスターウォーズでもありますよね。don't think, feel ってやつです。これ感じ取るっていうのは目を閉じるとすごくいいですよ。これが結構ね、第6のポイントとかですごい大事になるかと思います。はい。そしていよいよ第7のポイントなんですけど、はい。ここでやっとですね、いつも普段自分が、お箱にしている練習曲、いつも大体この曲弾くよという練習曲をここで弾いていきます。何でもかんでもだとか、When the night has come and the landing is done。この時にね、初めてこうトータルのバランスをこう感じるわけです。いつも弾いてる自分のウクレレと比べてどうかな。やっとね、ここで、弾き比べということがわかると思いますね。そういう前提を置いてこう比べていくと。で、それでいろんなウクレレをこう触っていく。まず握りから、1フレットから、弦の張力から、あとこう全体像を眺めて、そしてやっぱ好き、いつもやってる曲で確認していく。この流れがいいと思います。はい。で、次がですね、ここまでが、なんていうのかな、プラスの方のっていうか、やってほしいこと。で、次は、逆にですね、良くない3つです。今7個目まで終わったでしょ？あとの3つはですね、ちょっと注意事項が加わります。はい。まず1個目。注意事項としての1個目はですね、
腕自慢はやめとけよってことです。あの、腕自慢って、あの、結局その、思想っていうのは、どんなウクレレか、自分に合っているウクレレか、このウクレレってどういうタイプのウクレレなのかなっていう時に、自分がすげえだろ俺ってやっちゃうとですね、あの、頭の思考がですね、ウクレレがどうかっていうよりは、うまく弾くとか、あの、そっちの方に行っちゃうから、あの、全然このウクレレが、あの、自分にとって合ってるかどうかっていうところとは、ちょっと違うね、考え方っていうか、で、方向性が全く違っちゃうんですよ。なので、腕自慢を すごいと思われようというのは、思想ではね、ちょっとやめといた方がいいかな。さっきやった7個目までのところで、いつも自分がやってるのを最後慣れてきたらこう試してみるっていうのはすごくおすすめですけど、いきなりこう渡された途端に、その、すごいトライをするとか、そこで練習をするっていうのはね、これね、あんまり意味がないことだと思いますんでね。それはね、まあ、なんか、わかるよね。そんな感じです。あと次もですね、8個目、じゃあ9個目になるのかな。次も、似たような感じですけれども、誰も見ていないと思ってください。これがね、結構皆さん、恥ずかしいじゃない？なんか思想したら、例えば楽器屋さんに行ってさ、他のお客さんもいるし、店員さんもいるし、つって、恥ずかしいから、なんか遠慮しちゃったりとかして、こう縮こまっちゃったりして、なんか早く終わらせたい、もうこの思想は早く終わらせたいみたいな思考が働くんですよ。それではもったいない、せっかくね、試し弾きしてるんだから、まずさっき言った、7個目までのことをじっくりこうね、時間かけて、こう、目をつぶって、こう、いつもの練習してみて、で、誰も見てない、だから目つぶるのがいいと思うんですよね。自分のフラットな状態で弾かないと、やっぱりね、このウクレレがどんなウクレレなのかってやっぱりちょっと感じ取りたいわけですから、それがね、すごく大事ですよ。誰も見てない、これはガズがよく言う言葉ですけれども、結局ね、やっぱりそういう他のことでも多いですけど、やっぱり自分がどう思うかっていうことを中心にしといた方がいいと思うんで、これが、9個目です。さあ最後10個目なんですけど、これも今の流れで同じような感じなんですけど、すごく見せなくてもいいですよ。すごく見せなくても、あなたがすごいってことはもうみんな分かっているのでですね、本当に、シンプルに、音の、鳴りとか響きとか、弾き心地を、自分に合うかどうか、試す。他のウクレレと比べてみる。だから、いろんなウクレレを弾いてみて比べてみる。これが試し弾き、いわゆる思想ですからね。はい。そんなことがね、今日10個お伝えしたいことでした。ちょっとひとまとめにこうリストにしましょう。ここにね。はい。まず1個目。ウクレレの大きさですよ。これ注意。その次、ウクレレのフレットのバリー気をつけてください。その次、ウクレレのネックの握り。丸っこいのか薄いのか三角なのかみたいな。そんなことと、あと次はですね、1フレットの高さ、弦高、押さえやすいか、ちょっと高いかな、低いかな、こんな感じ。次、これ結構大事ですね。その次はですね、弦の張力です。右手のこの弾くときに、アルペジオとか16ビートとか、この、どのぐらいのこう硬さで柔らかさでこう響くのかな、ということを確認してもらって。で、その次はですね、目を閉じて弾いてみる。こう、音を、体でこう、ボディをね、こう、ウクレレのボディを自分の体に当てて、ね、こう響かせて、じっくり感じ取って、これが大事です。その次に、いつも練習している、当たり前に練習している曲を演奏していくということですね。で、注意事項としては、腕自慢ブーブーよー。はい。それと似たような感じですけれども、誰も見てないと思って、ほんと自分の世界に入って、その、試し弾きをしてもらうというのがいいかな、というふうに思います。で、最後は、そう、同じような流れですけど、そういうふうにすごく見せなくても大丈夫。すごく見せなくてももうすごいですから、はい。そこは、ウクレレの思想はですね、そういうところではなくてね、やっぱり自分に合うかどうかという旅なんで、はい。そこら辺が、ウクレレを試し弾きする際の注意事項になるかと思います。だから、うまいとか下手とかじゃないですよ。だって、C を弾いて、目を閉じて、いい響きかなとか、押さえやすいから、これでもうね、大体わかりますからね。なんで、そんな感じで、もう自信たっぷりに、思想してください。やっぱり、試して弾かないと。わからないですからね。このガズのわがままウクレレもほんと大好評でございまして、もうめちゃくちゃいいウクレレですよ、これ皆さん。ぜひね、弾いてみたいよという方、思想できる。これからもちょっとこの機会増やしていこうと思いますんで、よろしくお願いします。それでは皆さん、楽しいガズレレウクレレライフ、過ごしていきましょう。バイバイ、さよなら。